目標の設定の仕方をそこに置くといいんですね。自分でコントロールできるところに置くんですよ。でも結果、結果を伴えないことをそういうふうにしちゃうと自己満足じゃないか、そんなとかって会社の上司に怒られそうな感じはしますけど、だから連動させるんですよ。全部あの理念と戦略と、全部ブレイクダウンさせて、このためには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 って落としていって、最後結局なんだかんだ言って泥臭いことやらないとダメなんで、訪問するとかね、お客さんのことに訪問するとか、泥臭いこともやらないとダメなんで、その泥臭いところの数とか自分でコントロールできる目標にした方がいいんですよね。そうしないと、ね、なんかこれ意味がないんじゃないのみたいな思い始めてきちゃって、僕の場合は明確でしたよ。菅井さんに言われた1500ってまず言われて、じゃあ1500達成したらどういうことが起こるのっていうのを分かる部分と分かんない部分があるんですよ、今日。まだやってないから。で、分かる部分は1500上げると業界1位になって YouTube で、Google でトップになる。それは分かるんで、それやろうと。じゃあ1位になったらどうなのって言ったら、それで問い合わせが増えるよ。その問い合わせが増えるってこと自体はちょっとやってみないと分かんないと、とりあえずやってみようと、やって大体200、300ぐらいでこういう問い合わせが増えたなっつって、じゃあこういう動画増やそうかなったら少しずつ分かるんですよね、ざーっと。じゃあやっぱお客さんもどうしとった方がいいわみたいな、自分が喋ってるよりも、っていうのが分かってきて変えるわけですよ。それはやってみないと分かんないんで、数だったらよかったですね、書くじゃない。